はい、さい、今回は南城市にある浜川宇多木にやってきました。っていうかね、3月もね来ていたんで、まあ1ヶ月経つか経たないかぶりなんですが、4月のね浜川宇多木の様子も撮りたいなということで、今回はこちらにやってきました。相変わらず鬱蒼としていて、自然が多くていいですよね。こんにちは。よいしょ。八原塚沢海岸にあるんですが、先にね浜川宇多木のね紹介というか撮影からしてみたいと思います。こちら聖域上がり舞の一つとなっている浜川宇多木です。聖域なんでね、まあいつもそうなんですが、お邪魔しますということでね、こちらが一緒になっています。浜川宇多木です。何やら向こうまで行けそうな雰囲気もあるけれど、聖域なんでね、本当に荒らしたらバチが当たったりするんで、こちらはねもうこんな感じで軽く映して、このガジュマルもね、ガジュマルじゃないか、根っこもねすごいですよね。ガジュマルかな、なんかな、アコウなのか、なんかね根っこがうねうねしててすごいですよね。でもガジュマルっぽいね、木自体は。ただヒゲが生えてないんでね、まあそっち系の似たような植物だと思われます。そして浜川宇多木はこんな感じでいいかな。そしてね、僕がね毎回来るたんびにね紹介する場所でね、岩と岩の間、自然がね作り出した通路というかね、そういう場所があるんですが、もうここのガジュマルもねすんごい根っこがね岩肌にびっしり入り組んでいて、張り巡らされているというのか、すんごいガジュマルのね生命力を感じる場所なんですが、ここからね海が見れるんですが、そこがねまたね毎回来てるような感じがするけど、毎回綺麗なんですよ。なので今回もね、ああ綺麗ですね、最高。これ実は今日午前中曇っててね、こんなに青空見えてなかったんですが、今も3時前でいい感じに晴れてくれてますね。ここもすんごいガジュマルです。よかったね晴れててくれて。すごいですよねこれ、網目状というかなんていうのか、がっつり岩をつかむみたいな感じで根っこがねすごいことになっています。では早速ね、八原塚さんの石碑、天海清がね沖縄本島の最初に降り立った場所とされる海にね石岩石碑があるんですが、そちらに行ってみたいと思います。今日今の時間干潮なんでね、また石碑の近くまで行けたりするかもしれないですね。
満潮の時の方がね、海は綺麗に見えたりするんですが、前回も干潮でね、近くまで行けたんですよ。でね、赤穂の木、3月に来た時よりは移動はしてないかな。でもね、徐々にね、海に寄っていってるんですよ、この木が。大木なのに、おそらく大雨とかね、台風でどんどんね、下に流されていってると思うんですよ。なのでね、僕が動く木って勝手に呼んでいる場所です。よいしょ、見えてきましたね、八原塚さんの石碑が。あ、思ったよりも引いてないですね。前回の方が近くまで来たんですが、今日はまあそこそこ満ちてきてますね。最高だな。まあ、八原塚さんはね、最後にあちらに行くっていうことで、泳いでる人が一人いますね。スノーケルとか楽しんでたのかな。その前にね、いくつか洞窟があったりするんですが、そちらもし入れるんだったら入ってみたいなと思ってるんですが、風がね、吹いてるから風切る音がほぼうるさいかもしれないんですが、ちょっとだったらね、ボリューム、スピーカーのボリューム調節してください。こちらもね、ちょっとした洞窟というかね、岩とね、岩が転がり合って支え合ってできたちょっとした空間です。3つぐらいあるんですよ、実はここに。この辺もね、岩がいくつもね、重なり合ってできてます。大きなタイヤが砂浜に埋まって、ここの奥もね、行けたりするんだけど狭いから、今回はね、ここだけにしとこうかな。ここもね、最初入るの怖かったんですが、もう何度も入ってるうちにね、余裕になってます。ああ、中涼しい。そしてガジュマルの根っこが、暗くて見えないかもしれないけど垂れ下がってるんですよ。暗いか分かんないか。こんな感じでね、洞窟があったりするんで、まあいつ崩れるか分かんないんでね、こうやったら寝るかな。ガジュマルの根っこが下まで届いてます。なんか知念のセーファー滝のね、あの場所みたいですよね。よいしょ、ちょっとかがんで歩くのきついな。よいしょ、ではでは早速石碑のところまでね行ってみよう。息切れしてるな、今のかがんで歩くだけで。よいしょ。はい、こちらが天海幸雄がね、降り立ったとされている場所、八原塚さんの石碑です。前回ね、本当に引いていたんで、あの石碑のね、ところまで歩いて行けたんですが、まあ、関連動画にね、載せたりしとくので、干潮時がどんな感じかっていうのもね、見比べると面白いかもしれないですね。
午前中本当に曇っていたのに、まあ今でも雲はね多かったりするけど太陽が出たりしてるので青空もね見えてて、だいぶあの辺の海は青く感じるね。やっぱ太陽と反対側、太陽を背にすると海がね綺麗に見えるんでね、午前中は太陽東から昇るんでね、西海岸に行けば綺麗な海の映像が撮れてね、午後は太陽西に沈むということで、東海岸に行くとね太陽が後ろ側になるんで鮮やかな、ね、景色が撮れるんで、まあ、そういったのもね考えて、もちろん干満、海のね干潮満潮も考えてね計画してくるとより綺麗な映像とかね写真画像が撮れるかもしれないんでね、次回来る際はね覚えていたらその辺もね考慮して来るといいかもしれないです。でもね本当に気持ちいいですね、風が24度ぐらいで、まあ4月こんなもんなのかわかんないけれど、太陽出てね暑いんですが風が吹いてるんでちょうどいい感じです。というわけで、まあ、今回は南城市の天川御嶽上がり馬合の一つとしてね聖地巡礼する場所で、こちらとここ百名ビーチの八原塚さんのね石碑がある海岸からでした、最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバイ。